はい、どうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回はですね、ひとコア会でございます。みんな好きでしょ、ひとコア。 ね、これ、なかなかに恐ろしいものがですね、届いておりますよ。はい、激ひとコア会ですわ言うなれば。なかなか入らないですね、本当に。激ひとコア会です、皆さん。はい、激ですって。ひとコアより怖いって意味ですよ。はいはい。まあ文字の感じと分かりますよ。まあ、いいです、そうですか、はい。読ませていただきます。岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんばんは。オカルトネーム、めいめいと申します。はい、あざます。以前働いていた職場で殺人事件がありました。お、神戸市内のでの事件で、働いていた方が恨みから同僚の方を狙って何回も刺し殺害しました。うん、その後車に乗り、もう一人の同僚の方も追いかけ回し、大怪我を負わせた事件です。おお、だいぶ。その事件の数週間前に私は辞めていたので遭遇はしませんでしたが、うん、もし働いていたら私もいる時間帯でした。うん、亡くなられた方とも、大怪我をされた方とも、犯人とも一緒に働いていました。犯人の人とも話したりしていましたが、まさかあんな事件を起こすとは思いませんでした。ニュースを見た時は鼓動が止まらず、自分がいたら止められただろうかなど考えましたが、きっと無理なのだと思います。うん、亡くなられた方を思うと今でも心が痛みます。一コアでくくっていいのか分かりませんが、とても恐ろしい出来事でした、という。うん、でございます。こういうケースってさ、まあ、うん、よくなんかニュースであるじゃない、こんなことするとは思いませんでしたみたいなやつ。 あれよくあんな冷静に俺話せるなと思うんですよ。うん、だって自分が知ってる人がさ、まあね、そういう事件を起こして、まあ、こういうケース、同じケースもありますよ。そのやったやつとやられた方、うんうん、どっちも知ってるケースでもさ、結構冷静になんか怨恨がとかって普通に言ったりするじゃん。まあまあ、カメラ向けられて、うん、あれって俺すごい不自然やなってちっちゃい頃から思ってて。不自然ね。怖くない？うん、ありますその知り合いとか、うん、まあ同僚ぐらいの人がニュースでなんかとか、うんうん、僕のではないんだけど、僕の知り合いとまじゃないか、知り合いの、同級生が人を殺めてしまってっていうのがあったらしいよ。で、学校にたくさんやっぱ人は来たんだよね、うんうん、週刊誌やらないや来たんだけれども、声かけられるんで、やっぱりそうどっちも知り合いだからさ、うん、もう何も言えなかったって言ってましたよ、ショックで。なるほど。まあ、それはちっちゃい子っていうケースだからなのかな、ね、そうね。そうなんだけれども、殺人だとね、うん、僕結構ニュースで知り合いが捕まってるの見たことあるんですけど、おっとと、なんかひどいこと言うとして、その時はあの嘘ちょっと興奮しますよね。嘘ですよ。嘘彼はね、嘘ついてる。どうしたって思いますよ、ね、嘘をついて。マスミさん信じないでください。嘘じゃないけど、信じないでくださいこれ。あの片棒担いだと思われるかもしれないけど、ね、いい、全然関係ない、本当にね、これ嘘ですからね。1年で2人出ましたね。フェイクザ・フェイク ね、東京だなって話ですよ。ザ・フェイクですこれはね、はい、皆さん。それでは続いていきます。続いて、白うねりさんです。あざます。林さんの痴漢のお話で思い出したのですが、はい、私は路上痴漢と座り痴漢にあったことがあります。ほう、そんなんないけどね、専門的な ね、路上痴漢と座り痴漢ですね、うん、まずは路上痴漢の話から、はい、高校生だった私はバイト終わりに制服のまま帰路についていました、うん、自宅まで歩いて10分ほどのあたりです。周りは閑静な住宅街、うん、雨上がりの薄暗い道を歩いていると、突然ムンズと両手でお尻をわしづかみされました、うん、あまりにも大胆で、この辺りに住む女友達がふざけて私のお尻をわしづかみにしたのだと思い、うん、もう何と笑顔で振り向くと、そこには男の人の姿、うん、実は少し前に後ろから大学生くらいの男の人が自転車で私を追い抜き、5メートルほど前で停車し、自転車を止めていたのです、うん、私が追い抜くのを待っていたのです、うん、なんだかカチンと来てしまい、気づいた時には私は男の人を追いかけて自転車から引きずり下ろしていましたそして持っていた傘で箱殴りにしていました。お、傘が折れ曲がるほど殴りました
いいよ。男の人が土下座をして謝ってきたので、うん、殴るのをやめました、うん、男の人の T シャツは引っ張りすぎて伸びきっていました、うんうん、スポーツ科の女子高校生の私はゴリラでした、うん、なるほどね、だからできたんだ、うん、たまたま気弱な痴漢野郎だったのでこのような形で済みましたが、うん、逆上をして何をするかわからないので速やかに逃げて110番すればよかったかなとも思います、うん、絶対に真似しないでほしいです、うん、まあまあね、長くなってしまったので座り時間手短に、はい、空いている電車で座って目をつむっていたら隣におじさんが来て、うん、背もたれとお尻の間に手を入れてきました、うん、鼻に当たるように裏剣をしました以上が私が経験した一コアです。おー、これどっちが一コアなの、あなたが、なんかすごいね、うん、なんかさ瞬時に手が出てる、これってさ、うん、俺ちょっと法律詳しくないからな、ちょっと詳しいじゃない、はい、俺よりはね、はい、正当防衛に当たるの最初のやつは。いや、ダメだと思うけど。お尻をムンズと掴まれた後、引きずり下ろして、うん、傘が折れ曲がるまでタコ殴りにしてるんですけど。過剰防衛感はあるけど。どうですか。いや、うん、まあ、本来は、うん、おそらくダメはダメ。というか、基本暴行していい状況って基本ないから、ね。ないんだ。その、やられたからというか。はいはい、ないんだけど、うん、俺はいいと思う別に、あ、本当ですか、よかった。なんかその人も多分言わないし、うん、訴えようなんて思わない、まあね、だって尻触ってるんだからね、お前が、己がやったことだから。裏剣は、裏剣もまあ俺その裏剣の速さが超気になって、うん、そちょっとした勘違いとかさ、ちょっと入ったぐらいでも手出てんじゃねえかなっていう、入れると同時ね、スイッチみたいに絶対これ反射で出てる気すんだよ、ね、裏剣って。これさ、そうそう出ないよ普通。このさっきこれに書いてましたけれども、スポーツ科の女子高校生の私はゴリラでしたっていうのは、うん、スポーツっていうのはこれ格闘技、これスポーツかね、こんなすぐ手出る、うん、傘で折れるまで思った思った、ボコボコにしたりとかさ、まあ、だスポーツ裏剣入れたりとかプラススケワンみたいなことだったかもしれないし、そうなのかな、ちょっとなんちゃやったんかな。でもこれ知ってるじゃないこの人ね、はい、そんな感じは全然見受けられない、見た目は、ね、そんな感じじゃないですけどね、可愛らしい綺麗な方ですけどそうですか、なかなかに恐ろしいですね、間違ってなんかじゃあ、ね、後ろを歩くときは気をつけないとね、うん、いや、いや本当ですよ、気をつけてください、ね、すぐ裏剣飛んできます、はい、では続いていきます。続いてです、うん、いちごさんです、ありがとうございます。初めてのメールですって、はい、嬉しいですね。では読ませていただきます。過去に林さんと同じく大江戸線で痴漢ストーカーのような体験をしたので、そのことを書かせていただきます、うん、当時高校生だった私はいつも通りスマホをいじりながら電車のドア付近に立っていました、うん、右手にスマホを持っていたのですが、突然見知らぬ人に右手を握られました、うん、スマホ持ってる右手をギュッと握られる、うん、初めての出来事でびっくりして声も出ませんでした、うん、横を見ると目の焦点が合っていない40代くらいのおじさんが立っていました、うん、まだ来年おじさんになるわけですね、はい、僕と一緒ですね、いいですね、私は訳が分からずそのまま立ちすくんでしまったのですが、ちょうど電車が駅に止まっていたので慌てて手を振り払って逃げました、うん、お尻などを触られたわけでもない上に私は特に見た目がいいわけでもなかったので騒ぐのも恥ずかしいと思ってしまい、うん、この日のことは家族にもあまり詳しく話しませんでした、うん、可愛くない女の子いないからみんなプリンセス、そんなことがあって1週間くらいでした、うん、また手を握ってきたおじさんが現れました、うん、前と同じく手を握ってきたためやめてください、うん、と勇気を出して言いました、うん、そうするとおじさんはおとなしく手を離し違う車両へ移っていきました、うん、私はさすがに2回も続けて手を握られるのは怖いなぁと思い、きちんと母に相談することにしました、うん、すると母が駅員さんに相談しようと言ってくれたので、その日のうちに痴漢のことを言いに来ました、うん、最初はおじさんの見た目やどんなことをされたのかを話していたのですが、そのうち駅員さんがあーみたいな顔をしたので疑問に思っていると、うん、その人はすでに何十回も相談を受けて注意してるんだよ、うん、警察に行ってもいいんだけどね、障害者の方なので、まあ、あんまり意味はないと思うよ、やめてって言ったらすぐやめてくれたんでしょうと言われました、うん、確かにそうだったのでもやもやとはしたのですが、相手が相手のため仕方のないことですし、今後私が時間帯と車両をずらせばいいことかと思い、その場を後にしました、うん、その日から時間帯と車両をずらしていたのですが、
たまたま早めに電車に乗ってしまった時に、またおじさんは現れました、うん、いつも通り手を握ってきたので、やめてくださいと言ったのですが、手を離す素振りは全くなく、思わずおじさんの顔を見つめてしまったのですが、うん、恐怖の方が勝ってしまい、全く表情は覚えていません。どれくらいの時間が経ったかは分かりませんが、電車が駅に止まったので手を振り払っておりました。さすがに3回目ともなると怖くて怖くて仕方がなかったし、何よりも顔を覚えられていることが一番怖かったです、うん、学校制服で覚えていたのかもしれませんが、うんうん、私はそこからさらに時間帯と車両をずらし、乗り換える駅をも変えて、うん、大江戸線に乗っている時間を短くすることにしました、うん、そうしていたらパッタリおじさんとは会わなくなったので安心していました、うん、数ヶ月以上会うことなく、だんだんおじさんのことも忘れていきました。しかしある日、いつもと違う駅で降りたため、乗り越し精算機でお金を払っていると、後ろに誰か立っていることに気がつきました、うん、やばい人が並んでいると思い、私は慌てて財布をカバンにしまいました。今思えば精算機は2つあって使っているのが私だけだったので、並ぶ必要はないはずなのですが、後ろを振り返ると男の人が立っていました、うん、待たせて申し訳ないなと思いながら横を通り過ぎようとすると、男の人も横にずれて当選簿されてしまいました、うん、なんでと思いながら顔を上げると、そこにはいつも手を握ってくるおじさんがニコニコしながら立っていました、うん、おじさんは手を握ろうと手を伸ばしてきました。パニックと恐怖で頭がスーッとなり、血の気が引くってこういうことかと思いました。あのおじさんだと気がついた時には走って改札を出ました、うん、しばらく走ってエスカレーターの手前まで来たので、ゆっくりと歩き始めると、突然後ろから右手を握られました、うん、あのおじさんが走ってきたんだと一瞬で分かりました、うん、何とも言えない手の感触と生温かさを覚えていたため、後ろを振り返らなくても分かりました、うん、私は手を振り払いエスカレーターを駆け上がりました、うん、後ろを振り返るとおじさんも必死にエスカレーターを登ってきていたので、うん、慌てて近くのお店に入って中から様子を見ながら隠れてやり過ごしました、うん、いつも電車内でしか会わなかったので、まさか改札を出てから追いかけてくるとは思いませんでした、うん、手を握られるだけでもこんなに怖いのに、お尻などを触られる方はとんでもなく怖いのだろうなと思いました、うん、この日を機にさらに電車の時間帯や車両を徹底的にずらし、うん、電車に乗らない日も増えたため、もう会うことは一切ありませんでした、うん、私の前にも被害に遭っている方がたくさんいたみたいですし、うん、その中に警察に通報した方もいたみたいですが、うん、無駄だったようですので、おそらく今もあのおじさんは他の女性の手を握っていると思います、うん、なるほどね。という結構リアルな、うん、こういう時でやっぱどうしようもできないんだね。まあね、でも多分何回か殴られたりしてるかもしれないけどね、その人。殴られそんだけやられたら。行くかね、でも。行くかね、うん、手握りに殴られてるやつが。おじさんがさ、うん、もしそんなんやってて殴られてたとしたらさ、うん、行くかね、次、また。いや、だからもうしょうがないんじゃない、そのもう我慢ならないでしょ。我慢ならないから。うん、はい。でそれではいきます。続いてでございます、はい、続いてみどりさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まだ20代の頃、仕事で帰りが遅くなり、駅から家路に歩いていると、うん、駅から離れるにつれて人がだんだんと減っていき、歩いているのは私だけ、うん、しばらく歩いていたらその時突然びしょ濡れに。何が起こったのか分からずにいると、横の方に人の気配を感じました、うん、そちらを向くと人の家の軒先にバケツを持った男が立っていました、うん、私がとっさに出た言葉は何でした、うん、するとその男は俺の正面だよと答えました。気持ち悪い。私はあ、変質者だと悟り、うん、その場から逃げ出しました。家に向かって走っていると、なぜかさっきの男が目の前の電灯の下に立っていました、うん、その男はあそこを出し電灯に照らされていました、うん、私が変質者に会って怖い思いをした話でした、うん、失礼いたしました。なんだそれ。これすごくないですか。バケツにしょんべん溜めて女の子にぶっかけて何って言ったら俺のしょんべんだよ。うわ怖っ。これこそもう裏剣入れていいと思うけどね。恐ろしい話ですよ、はい、まだまだありますよ。まだあるっすか。まだまだありますよ、はいはい、関東の雑貨屋でアルバイトをしていた時の話です、はい、当時私は20歳くらいで
入ってすぐに7歳年上の社員の男性に告白され付き合っていました、うん、年上かっこいいと感じる時期でした、うん、しかし付き合って1から2ヶ月でなんか話し合わないなぁと感じ別れを切り出しました、うん、今思うとバイト先で後先考えず付き合って嫌になったら別れてなんて浅はかなんだろうと思うのですが、うん、まだ子供だったのです、はい、そこからその人による嫌がらせが始まりました。あ、同じシフトに入ったら最後一日中恨み事をブツ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 と言われます。接客に入っている時間以外はお店の中を掃除したり品出しをしたりレイアウトを変えたりという仕事があるのですが、私がそれをしている時間私のそばに佇みずっとブツ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 と言っているのです、うん、顔つきも付き合う前とは違い完全に病んだ感じでゲストにしていました、うん、言われる内容はなんで俺を捨てるの、俺を分かってくれる救ってくれると思っていたのに俺毎日寝られないんだよ君のせいでめちゃくちゃだよみたいなことです、うん、私にだけ聞こえる声でブツブツ言い続けながらお客さんが入ってくるといらっしゃいませと全力笑顔に切り替わるのがまた怖かったです、はいはい、同じ時間に上がっても私は別の店に寄り道したりしてその人と会わないよう時間をずらして最寄りの駅に行っていました。それでもいつの間にかホームで隣に立っていて、うん、見つけたと言われた時は鳥肌でした。気持ち悪い。もちろん電車が同じになると毎回私の家に最寄り駅で一緒に降りてきて、うん、話そうねえ話そうよと言われました。さすがに頭がおかしくなりそうでバイトはやめました。あ、というまあまあまあ、なんか付き合ってた人が別れてストーカー化するって結構あるかもしれないね。まあそうですね。でもまあやっぱりだから同じ職場だとなりがちよね。うん、だって顔合わせなきゃいけないからね。そうそう、うん、忘れらんないし。俺もしちゃうな。まあしちゃって結婚してるんですけどね。まあまあ。うん、でキモの考えも分かるわけでしょ、そういう。どういうこと？そういうキモい方の考えも分かるわけだよね。うん、ああ、いやそれはちょっと分からないですけど、僕は純愛なんで彼らはちょっと。いや汚れてますね。あんま変わんない気するけど、濁ってる横島な気持ちでやってますから。あのね、横島じゃないですか。俺ずっと言ってるんです、うん、ね、人傷つけたら終わりだから。俺は奥さんを確かにストーカーしたけれども、うん、怖がらせてもいないし、うん、ね、困らせてもいないの。そうですよ、俺会ってないんだから。そうですか、うん、あの聖地と言われてるところを点々点々って打って、うん、円を作って中央国さんの家、うん、それをどんどんちっちゃく狭めていくってことしただけで、うん、奥さんに直接会いに行ったことないから俺。ああ、じゃあ怖がってないわ。そう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 、うん、ターゲット怖がらしたら二流よ。なるほどね。ねえ、楽しんでるだけならいいんだ。そうですよ、自分がこれが一流やから。違うよ、これもしない方がいいんです。だいぶキモいけど、しない方がいいんですけれども、うん、まあ一コマのですね、まあ、はい、ストーカー結構多いんですけれども、まあ多いですね、取り扱ったのがストーカーだったからね。あ、ストーカーじゃなかったか。いや違うんじゃなかったっけ。痴漢だ。うん、まあそういうのが多かったんだけれども、まあまあこういう話は結構来てるんで、まだまだストーカーとかちょっと怖い話がね、たくさん来てるんで、これもですね、あの引き続き読ませていただきます。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。トシュボーイズですね、メンバーシップを、開始しております、はい、メンバーシップ始まっておりますので、はいはいはい、皆さんですね、ちょっと有料ではございますけれども、それに見合ったような内容のね、動画生配信、まあ、企画などもやっていこうかなと思っておりますので、はい、ぜひ入っていただければと思います。はい、お願いします。概要欄 URL にですね、そこからクリックしていただければ入れますので、うん、ぜひぜひお願いいたします。以上です。ありがとうございました。